歌川広重、名所江戸百景ママの紅葉種粉のシャツにはしマの継橋は千葉県市川市にかつて存在した橋で日本百名橋に選定されている。現在は川自体が存在せず、当地には石碑と説明板、橋の欄干を模した記念物が建てられている。ママの継橋の名は万葉集に登場する。歌枕として知られた存在であった。 足の音せず歪むコマモが、葛飾のママの継ぎ橋やまず通りは無ママ地区はかつて入リ江となっており、弥生時代にはすでに集落があったとみなされている。またすぐそばには、下兎国の国府があり、古来より行き交う船の停泊地として栄えた。この土地は入リ江とともに、さすが広がっていた。そこを往来するには、橋が必要となるので、架けられたのがママの継ぎ橋である。 継ぎ橋という名は、サスとサスをつなぐようにいくつもの橋が渡され、それを一つの橋と見たことから付けられたという。この橋は、ママの象徴として、万葉集にも読まれており、歌枕として知られた存在であった。現在、継ぎ橋は偶法寺の山道の途中にわずか数メートルの長さだけ架けられている。しかも橋の下には、川は流れておらず、 かつて存在した橋の痕跡だけを記憶させるモーニュメントとなっている。橋のそばには万葉集の花火器があり、歌枕ゆかりの場所として保存されている。当時、この一帯はママの入り江と呼ばれる海岸地帯で、弥生時代にはすでに集落があったとみなされている。吉野生い茂ったさすが広がり、古来より行き交う船の停泊地として栄えた。 ママの継ぎ橋とは、下佐の国府があった河野台へ向かうための橋で、佐数を中継地点として、複数の板橋を掛け渡してあったことから、継ぎ橋という名を得たとされる。後世、近隣に伝わる手粉の秘話の伝承と、相まってその名は広く知られ、1 6 0九年、幕末期、歌川広重は、名所へ、名所井戸百景の中で、ママの紅葉種粉のシャツ橋と題する一枚を、 描いていてるこの画題の意味は、ママの紅葉の名所から、デコナの社と、継ぎ橋とを望むということで、画中をよく見ると遠方に橋が見えるが、これが、広重の描いたママの継ぎ橋であった。すでに神殿開発も進み、周囲は農村地帯となっていたことがわかる。近年では都市化が進み、周囲は住宅街になっている。 かつての橋を記念して次橋は空法寺の山道の途中にわずか数メートルの長さだけ架けられている。木星付きの真っ赤な欄干が建てられているが、その下に川は存在していない。AB、ママの次橋。日本伝承大館。2019年8月5日閲覧。ママの次橋市川市観光協会。 w w w i c h i k a w a k a n o u j p 2 0 1 9年8月5日閲覧ありがとうございます。